お、アマノテス、インワーブ、インウェーブ、最高の体験のた、早い。こんにちは、さくべです。本日はですね、ホップスじゃない、タイルズホップス、ホップスタイルズか、タイルズホップスなのよ。どっちか忘れたんだけど、まあ、とりあえずこのゲームやっていきたいと思います。いや、まさかさ、今からやるゲームのタイトルをさ、忘れることになると思わなかった、俺も。で、こちらのゲームはですね、まあ、簡単に言ってしまうと、音ゲーです。はい、皆さんが大好きなジャンルですね。いや、本当に、ちょ、待って、どうかな？音ゲー好き？みんな。どう、わかんないんだけど、そもそもみんなが音ゲー好きかも、俺、あんまり把握できてないのよ。音ゲーしてる人は多分好きだと思うんだけど、してない人もたまに見てたりするから、好きかって言われたら微妙かもしんないっていう、このなんかねえ、音ゲーあんま好きじゃない人、この入りづらいみたいな、何言ってんの俺。ということでやっていきたいと思います。全ジャンルのトップヒット。全ジャンルのトップヒットって何？言ってることこの人も意味わかんないんだけど、さっきの俺の言葉もよくわかんなかったけど、このゲームも意味わかんないっていうね。毎週更新中か。いろいろなんか来てる。まあ、ひとまずやっていきましょう。いや、このゲームいきなり課金求めてきたぞ、このゲーム。このゲームさ、俺、初めてではないんですよ、これ。前にね、昔にちょっとやったことあるんだけど、あんま覚えてなくて、あんま覚えてないんですけど、まさかさ、始める前に課金求められると思わないんだけど。もうやめて、左上にちょっとバツあるんで、これ落としますね。780円、広告のないロックされた曲、ああ、いろいろあるのね、広告とか。逆に俺、広告見たいタイプなんだよね、実況やってるから。何？いや、ちょっと、待って、デフォルトの曲なんだと思うんだけど、これ、癖強すぎん？じゃあ、とりあえずやっていきましょうか。外国の曲しか今、ないっぽいんで、一番上やりますか。ごめんね、ちょっと知ってる曲、待って、この感じか、ちょっと待って、懐かしい気がする。いや、覚えてないのに懐かしいもないか。いきますよ。はい。これでね、ジャンプして、チュートリアルだ。オッケー、ありがとうございます。ホールド&ドラッグでコントロールできますよと。これ手で持った方がやりやすいかもしんない。いきましょうか。で、ホールドで、すげえ！これね、長押しで、こういう感じで、やっていくみたい。オッケー。あ、基本長押しで、横コントロールだけだね。で、20% いって、やっぱ曲の癖が強すぎる。ね、みんな、この曲知ってる？絶対知らない人が多いと思うよ。すげえ。でもさ、知らないけど、ちょっと音ゲーってだけで、なんつうんだろう、テンション上がるね。知らない曲だけど。知らない曲だけど、全然テンション上がるわ。80% まで来て、結構短いんだね。あ、待って、危なかった。チュートリアルでやられるとか、本当にみんなさ、なんかもう、さくやさん、チュートリアルでやられるような人なんですかって言われちゃう。なんか別の音ゲーも出さないでくれる？で、こんな感じで、とりあえずクリアしましたんで、あ、花に亡霊だって。これ、ヨルシカさんの人じゃん。ヨルシカさんの人って何？ヨルシカさんなんだよ。ヨルシカさんの人って何？とりあえず、いろいろあるね。クレイジーフロッグだったら俺ね、知ってるよ。あ、バッドガイとかもある。でもなんか海外の曲が多いっぽいな。ヒゲダンとかもあるんだ。で、グレンゲ。なんでグレンゲだけローマ字なの？ねえ。なんでグレンゲだけ。いや、ローマ字なのかわかんない。USA。懐かしいの来たな。春の日も知ってる。あいみょんって書いてあるね。なんか、ところどころあれだね。なんか、漢字なはずなのに、英語になってたりするね。で、とりあえずこの中から選べるのかな。でも広告見ないといけないっぽいから、みんなどれやる？グレンゲとかやる？でもグレンゲ今どうなんだろうね。どうしよう、みんなが知ってる曲やりたいな。いや、グレンゲにしましょう。今ね、鬼滅の刃来てるってことで。はい、なにこれ。なんか、待って、音消えたんだけど。ねえ、ちょっと待って、音消えたんだけど。これそのままいけるかな。データのダウンロードに失敗しましたってどういうこと？いや、広告だけ見せられて、解禁されないってどういうこと？はい、帰ってきました。やっと音楽流れるようになったね。なんか、広告流れたら音消えんのやめてくんない？毎回俺、すごいやりづらい実況になってしまうから。とりあえず、あれ？待って、グレンゲなくなったんだけど。あった。なんか、ロード失敗しましたって言われてたけど、できるようになってるわ。やります、とりあえず、グレンゲ。さあ、バトンすよ。どういうこと？
え、どういうこと？なんで？え、なんでダメ？なんでダメなの？え、なんでやらしてくんないの、このゲーム。え、広告見たのにやらしてくんないってどういうこと？え、とりあえずさ、打ち上げ花火でもこれできそうだからやっていい？え、なんで？え、どういうこと？え、なんか俺やらかした？不正でなんか入手したの、あれ。インフェルノとか、めっちゃやりたいんだけど、これ広告だけ見せられてできないんだけどね。絶対できないでしょ、さっきの流れで言うと。え、もう一回ちょっと広告見て、ちょっと判断します、その辺。え、何する？とりあえず。秒針を噛むとかもある。僕のこととかもあるね。え、いっぱいある。待って。あ、でも下の方はあれだね。なんか日本人、あ、違うわ。日本人の曲いっぱいあるわ。え、どれがいい？なんかさ、プロセカとかハニプレやってるから、その辺の曲とかないかな？全然英語ばかりでわからん。まあ、とりあえずみんなわかりそうなこのインフェルノからやっていきましょうかね。なんか似たようなゲーム出すのやめてくんない？これ。すいません、これ。できないっす。すいません、これ。できないんすけど、ねえ。ゲームできないんすけど、どういうことなんすか、これ。え、嘘でしょ？ちょっと待って。え、今回さ、なんか、広告のゲームやってみた系のね、タイトルだと思うんだけど、そもそもやらしてくんないんだけど、ゲーム側から。どういうことなのね。しかも音消えるし。もう、音ゲーの動画で BGM 消えるってもう最悪だからね。何をやらしてんのかもうよくわかんないからね。何の動画なのかもみんな、もう視覚でしか判断できないから。ねえ、嘘でしょ。ねえ、これさ、え、これ、ちょっとインフェルノ押していい？始まらないんですよね、これ。え、これどうしよう。え、みんな、これどうしたら。え、待って、これ一番上のマネーってやつは大丈夫？あ、これはできるんだ。これはできるんだ。この、最初やった曲だよね、チュートリアルの。最初の曲しか俺できないんだけど。どういうことなん、マジ。あ、これ真ん中行ったら、あれっぽいね。あれっぽいなですね。紙っぽいじゃなくて、あれっぽいなですね。新曲の、ピノキオスピーさん、新曲のあれっぽいなですね。なんか長かったな、俺のネタが。とりあえず、やっていって。あ、でもちょっと曲が違うね。これどっちがいいんだろう。え、ダメなのそっち。もう聞いてないんですけど、チュートリアルでも。何これ。あ、かわいい。かわいいけど、あ、それ以上ダメ。それ以上。あ、この広告しっかりしてる。ね、後おばさんになっていくんですけど、おばさんに行くまでにこれ止めてくれるの。それめっちゃ優しいね。いや、俺が褒めたのにさっき。ちょっともう一回やっていい？ちょっともう一回やるわ。これね、パーフェクト決めるのも結構難しいかもしれない。でもね、ちょっとさ、まあ、このゲーム、この曲やってからじゃないとできないとか、そういう感じなのかな。そういうのもあるかもしれないよね。うん、やっぱ癖が強いな。海外の曲はめちゃめちゃ癖が強いんですよ。でもさ、みんなが知ってる曲やりたいよね。ピースサインとか、グレンゲとかさ、みんな絶対知ってるじゃん。赤ちゃんでも知ってるじゃん、今の。で、この暗い方に乗ったら俺はもう爆発してしまうんで、こっちの明るい方に乗っていきます。で、この頑張って、あ、クリスタルとかもあるんだ。え、いきなり難しくない？そうでもないかな。結構難しい気がするんだけど、俺、これ、交差にこうやってってさ。で、これ 40% まで来ました。やっぱ楽しいね。結構楽しいかもしんない、このゲーム。やっぱりね、やっぱりね、イントネーションがおかしくなるほど面白いんで。お、すげえ！で、これなんか、俺何動かしてんの、これ。なんか、お雑煮の中に入ってる餅動かしてんのかな、俺は。そういうこと？そういう感じだよね、おそらく。お雑煮の餅動かすゲームみたいですね。んーで、やってって、このさ、奥に進んでいく感じも結構面白いね。なんか、ちょっとおしゃれっていうか、色も変わっていくし。結構海外のゲームなのかな？こういう、海外ってさ、結構派手だったりするじゃん。こういう演出が。だから海外のゲームなのかもしんないね。やってって。まあ順調だよ。とりあえずさ、もう最後までいけると思う。この調子だったら。ただ、パーフェクト取るのが難しいね、これ。パーフェクト取るのが。さあ、星のカービィを3つ取っていきます。よし、OK。なんかすげえ飛んでったな。あ、これ、このゲームもちょっとやってみたいんだよな。なんかで、これ、なんでかける10の方いかないの？え、4の方は正しい。20いけよ !20!20!20 いけよ！なんで2の方いくの？さあ、来ました。これね、花に亡霊って出てくると思うんだけど、これ、どうせデータのダウンロードに失敗しましてって言って、やらしてくんないでしょ？どうせ。やっていくよ？どうせできないんでしょ？ほらね。え、これ、どうしたらいいの？これ。これ、どうしたらいいの？俺は。え？この曲しかできないの？ダンスモンキーっていう曲しかできない、この音ゲーなの？これは。ちょっと、一回花やつ。え、ダメだよね。花に亡霊はダメだよね。で、グレンゲもダメ。
で、データのダウンロードに失敗した、しましたってどういうことなんだろうね。なんか設定とかある？評価、クレジット。いや、もう全然わからん。これさ、なんか海外の曲だったら大丈夫とかあるかな？じゃあ、バッドガイちょっとやるために、歯の矯正か。1200万人も超えんの？歯の矯正か。いや、ホワイトニングはしたいなと思ってるんだけど、歯の矯正か。そのままでもいいかな。何真剣に悩んでんの、俺。嘘でしょ？ねえ、これ嘘で 海外の曲もダメだったら、何もできなくない？このゲーム。ねえ、皆さん、このゲームですね。結構面白いと思うんですよ。世界観も結構ね、なんつうんだろう、海外寄りなんだけど、すごいポップな感じでね、みんなの知ってる曲とかも入ってるんですけど、現在できる曲っていうのが、ダンスモンキーしかありません。はい。ダンスモンキーしかやらせてくれません、このゲーム。はい、ちょっとね、アプリね、一回落としてきて、また入り直してきたんで、もしかしたらいけるかもしんないので、これでね、試していきたいと思います。いきます。グレンゲ、3、2、1。はい。来る。ナチー。